オーレスンリンク、オーレスンリンク、オーレスン橋は、デンマークと、スウェーデン、スカンディナビア半島との間のエーレスンド海峡、オーレスン海峡を結ぶ、鉄道道路併用橋及び、併用海底トンネルある。デンマークのシェーラン島、首都コペンハーゲンがあるに隣接する、アマー島、と、スウェーデン南部のスコーネ地方、主要都市は、マルメとの間の海峡が、 最も狭まる箇所を結ぶ。北欧最大の広域都市圏、エーレスンド地域の通路となっている。1991年、デンマークスウェーデンを結ぶリンクの建設について、両国政府が合意に達した。1995年に建設を始め、2000年7月1日、全長1 6トルのリンクが開通した。ヨーロッパ最長の鉄道、道路の横断距離となっている。 海峡の真ん中には、人工島、ペベルホルム島、があり、アマー島からペベルホルム島までは、海底トンネル、ペベルホルム島から、スカンディナビア半島までは、橋が通っている。トンネルは4050メートル、海底部3750メートル、島上のルートは4055メートル、橋は7845メートルである。デンマークとスウェーデンの国境は、 オーレスン橋のスウェーデンガーマッタンから 5.3km の地点にある。これらのルートには、複線の鉄道と4車線の道路が設けられ、欧州自動車同時 E20 号線が通っている。鉄道の運行は、スウェーデン国鉄とデンマーク国鉄が共同で実施している。ルート全体の名称は、デンマーク語で、スウェーデン語で、英語でである。なお、 英語ではとも訳すが、公式にはが使われている。このうちおおよそ半分を占める橋の部分は、公式にはオーレスンブローンと呼ぶ。これはデンマーク語とスウェーデン語の合成語で、共にオーレスン橋という意味である。ただし、日常的には両国それぞれの呼び名が使われている。運営法人はオーレスン橋公社である。 完成は1999年8月14日。デンマークのフレゼリック皇太子とスウェーデンのビクトリア皇、フトンナが橋の真ん中で会い、完成を祝福した。公式の開通式典は2000年7月1日に、デンマークのマルグレーテ2世以上とスウェーデンのカール16世、グスタフ国王の臨席のもと行われた。橋は、翌日より教養が開始された。 祝典の前の2000年6月12日にアマガルからスコーネまで渡り染めとしてハーフマラソン大会が開催され79,871人が乾燥した。このトンネルの名称はドログデントンネルとされている。トンネルは屈作ではなくチン法で埋設された。南東側で入り口があるペベルホルムは人工島だが北西のアマワ島側も 天然の陸地ではなく、コッペンハーゲン国際空港の拡張を埋め立て工事できた人工の半島である。海峡最強部からわずかにやや北にデンマーク領の天然の島、サルトホルムがある。1970年代の古い計画では、橋またはトンネルはこの島を通り、同時にコッペンハーゲン国際空港に代わる新空港を島に建設する構想があった。 しかし島の生態系保護などの問題から、デンマーク議会はこれらすべてをキャンセルした。その代わり、コッペンハーゲン国際空港は、現在の位置で拡張を埋め立てすることとなった。後に計画再開したオーレスンリンクは、この結果、サルトホルムを通らず、その南沖の浅瀬を埋め立てたペベルホルムを通っている。ペベルホルムの意味は、故障の島である。サルトホルムが、 潮の島という意味なのでそれに対比して命名された。大部分は桁橋だが、中央部分がシャバリ橋になっていて、490メートルのスパンと57メートルの桁下高がある。これにより、航路が確保されており、ニミッツ級空母やクイーンエリザベスにも余裕を持って通過出る。ただしクイーンメリーには通過できない。しかし、 エーデスンド海峡を通る船の大部分はトンネル部分の上を航行している。シャバリ橋部分はスパン490メートル、全長線92メートルで世界でも最長クラスである。首都の高さは204メートル。シャバリ橋からデンマーク、人工島側に3014メートル、スウェーデン側に3739メートルの桁橋が伸びている。 全長は7845メートル、総重量は82000トンである。ある時には通行量の問題のため、車両の通行台数は当初予測ほどではない。2005年の時点で、片道通行で235デンマーククローネ、285スウェーデンクローナ、32ユーロ、かかる、が、乗用車には50%以上の割引がある。2004年には1、 700万人が橋を通行し、そのうち1、060000人は来るまで、残りの620万人は鉄道である。2000年の物価指数で計算すると、橋全体の建設費は301億デンマーククローネで、ある。2035年までには建設費を償還できる見込みである。橋のデンマーク側は、コッペンハーゲン国際空港と、ほぼ直結しており、 同空港は、スウェーデン側からのアクセスも、非常に良い。また、離着陸する、航空機からは、橋の前景を見渡すことができる。デンマーク側のシェラン島からは、西へは、グレートベルトリンク、道路は橋、鉄道は橋、トンネル併用でフィン島と、さらに、ユトランド半島と結ばれている。さらに南へは、建設中のフェイマルンベルトトンネルで、北ドイツと結ばれる予定である。 つまり、オーレスンリンクは、スカンディナビア半島とデンマークの島々と、ヨーロッパ大陸と、バルトアン港で結ぶスカンディナビア連絡路、の一部でもある。2008年5月24日、日本の香川県坂出市の吉島において、瀬戸大橋との姉妹協定系の調印が行われた。オーレスンリンク側からは、オーレスン橋公社のヤーコブ・ベルテルゴード、営業本部長が、 瀬戸大橋側からは、本市高速の伊藤近尾社長、四国旅客鉄道、JR 四国の松田清弘博社長、西日本旅客鉄道、JR 西日本の丸山俊岡山市社長が出席し、調印書への署名と名番の除幕を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。